は日本語で言えばあの鬼に当たります。左の方には優しい顔です。これは神様です。本当だ、蛇を持ってるんですね。こちらは早稲田大学、アンコロボットは早稲田空と壁だけ残っています。ちょっとだけ映させてください。バッグに釣るだけで。綺麗な人もひょっと出てくれればいいね。中に入ってはいけません。象さんの彫刻いっぱいありますよ。だからその彫刻を見て、象のテラスを閉じられるんですけど、反対側には象さんの彫刻。
向こうまでヘイビーのロッパーですね、ずっと向こうまで続いてました。でもコブラの頭魔女ヘビーになりました。その薬はプロプシーです。誰かが飲むと死にません。薬はミルクの中にあります。だからみんなミルクの海を攪拌しなければなりません。こちらがアシュラで、こちらが神様。はい、神様です。が綱引き、コブラで綱引きですか。そう、そうです。その時が、でもこちらには後の時代です。ガルーダの上に乗っているのがビシュヌです。猿がアシュラに噛みついていて、アシュラが亡くなっている。ラーマ王子の奥さんを取られた。でもその時いとこである100人、その5人の兄弟を騙して追放してしまいました。でも今まで実態が分かってきましたから、後から修復したものだそうです。現在で、上が天国で、下がこれが地獄だそうです。様だそうです。ずっと徐々にここから地獄へ落とされていく。手すりのある階段のところだそうです。割と綺麗な彫刻が残っているのと、こちらの壁面の像も綺麗だな。
あそこの真ん中に立てる人なんか障害でね。あそこに立てる人なんかジャジャモっていうかあれそうそう。みんなは。取ってもらおう。うん。あ、ガルーダ。この場面はゴルト。金箔ですよね。はい、金箔です。ガルーダだそうです。ビシュヌ人の乗り物。エロータヒノキの根っこの力はすごく強いです。ポンという木だそうです。ガジュマルの仲間で、根がこういう風に、建物の間に入り込んでいる。ネプポアンの入り口です。薬草だそうです。やっぱりコブラですね。こういう風です。コブラです。ちょうどヘビが手のような形にうまくデフォルメされてるんですね。ちょうどギリシャ神話でいうとペガススみたいなもんですね。すぐどきます。いいですよ。像の向こうから水が、通り抜けできるようになってます。952年に、レンガで作られている東、メボンだそうです。
じゃあこれから咲くの。あ、これが花ですか。赤い。いや違います、これはまた別の花です。あ、そうなの。はい、これは3、2、1。続いて、プレルーというところです。イタリアによって今修復されているそうです。アシナガバチの巣。綺麗な色。もうどこかこれにもさっき漏れてる。だから今日僕はありません。